3年はここに114人の方に対して永年金属表彰を行うことになりました。改めて長い間無県政にいわば一心を落としてこられた皆様方に対して心から敬意と感謝の念を申し上げます。皆様方が多くを過ごしておられたこの時代というのは公私にわたって大きな変化があった数十年でもあったと思います。そうした中でいろんな環境の変化の中にあって我が佐賀県が発展していくためにそれぞれのお立場で一心を捧げていただいたということに対して本当に嬉しく思っているところでございます。私事でございますけれども、私は途中で、職を辞めてしまいましたので、この永年金属表彰というものを受ける機会を個人的には逸してしまっております。それだけに私が一生かかっても受けることのないこの表彰を受けておられる皆様方というのを思うと正直羨ましいところがございます。長い間一つの組織において仕事をしていくということの難しい局面もいっぱいあったと思います。でもそういったものをそれぞれ皆様がお一人お一人いろんな形で乗り越えながら今日ここまでやってこられたその歳月の重みというものをお一人お一人のお顔を拝見しながら改めて思ったところで